ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。本日もよろしくお願いします。お願いします。で今回ご紹介させていただくお車がなんとこちら、はい、はい、AMG C43 カブリオレ。初カブリオレですか？初カブリオレですね。ですよね、はい、はい、あ、そうですね。言われてみたらめちゃくちゃ楽しみな1台もあるんですけど、はい、はい、ちょっとこちらを今回ご紹介させていただくってことで、はい、じゃあ前回りから C43 って、うん、63と前回りとかってだいぶ違うんですか？例えばバンパーの衣装とか。そう、あとは、はい、あのフェンダーの膨らみとか。当然そのワイドになってないんで、はい、そうですね。なるほど。が結構違います。車は、はい、後付けでこのパナメリカーナの、そうですね、はい、パナメリカーナグリルがついております。はい、これは好みの分かれるところかもしれないですけど、でもあんまり違和感ないですね。そうですね、はい、言われないと分かんない感じの、はい、うん、はい、気がつかない方は気がつかないのかなと思います。なるほど、はい。そしてライトは、うん、はい、いわゆる前期型なんで、プロジェクター2つのタイプ、うん、あれ後期になるとなんかこうシュ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 、そうですね、ちょっと変わりますですよね、はい、オートハイビームだったりとか、はいはいはい、点灯時にハンドルを切れば、はい、ライトも切れていくという感じですね。そして横に回っていくと、うん、今回のお車はノーマルってことで、はいはい、全部車高もタイヤホイールも、はいはい、そして、ま、タクノーマルですね。この辺は63よりかはちょっとちっちゃいですけど、はい、最高。そうです、4ポットですかね。4ポットですね、はい、結構ごっついキャリパーが、はいはい、そしてドリルドのローターなんですね。そうなんですよ、はい、やっぱりこの辺はさすが AMG ってところで、はい、はい、一応コンプリートカーですからね。なるほど、抜かりはないと思います、はいはい、なんか一瞬なかったっすよね、中間グレードって AMG って。なかったです。ですよね、はい、なんか昔って C36 でしたっけ。そうです、 W202 ぐらいのぐらいの時ですね。はい、その後なくなって、うん、55とか、うん、63とかなんかもう上のグレードしかなかったのがなんか最近また復活してきて。そうでもですよ、ね、204、あ、じゃあごめんなさい、202の、はい、最後の方は、はい、V8 の C43 って出てましたね。ああ、ありましたね。ありました、はい、でもまあその下は埋まんなかったですけどね、結局はね。そういうのがあったりとか、はいはい、その後は C55 になったりとか、はい、でなんか最近また中間の AMG が復活してきた、ね、復活してきましたね、はいはい、でやっぱりブレーキもちょうどいい感じの、うん、はい、ついてるんですね、うん、はい、いいと思いますね。そして横に行くとなんか所々サテンなパーツが、そう、はい、シルバーの、シルバー、はい、サテンの窓枠は、そう、サテンシルバーは、そうですね、カブリオレなところなんですか、ね、はい、はい、そうです。なるほど、うん、なんか新鮮にすごく見えるんですけど、はい、はい、そして開放感すごそうですねこれ、うん、屋根ないとすごくいいです。はい、何ですか、開放感で言うと、はい、やっぱりこう4シーターカブリオレなんで、はい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 、開く、なんていうんですか、この面積というか、面積、そうですね、はい、大きめなんで広いですから、うん、すごい開いた時のこのインパクトはかなり大きいです、ね、はい、あると思いますね。なるほど、で、はい、重量もクーペよりかはちょっと重くなってですね、ちょっと重くなってます、はい、補強の分とその多分 メカニカルの分と、そうですね。なるほど、でリアは当然こうここにメカが入ってる分、はい、トランクのこトランクのスペース的にもちょっと狭くなってるわけですね。若干狭くなってますね、はい、はい、そして後ろもちょっとサテンのシルバー、シルバーが、はい、これもここと繋がってるんですかね、この窓枠と。そうです、 AMG のエンブレムと C43 と、うん、なんか僕はまだ見慣れないんですよね。なんでですか。一瞬こう55とか63の時期がこう長かった、長かったっていうかあったんで、はい、あ C43 あーっていう。なるほど、内装の方が。リアのブレーキはもう普通のグレードのと同じになるんですね。多分違うと思うけど、ちょっと大きめにはなってるんですか。若干大きめになってると思います。なるほど、片押しで。じゃあ本当になんか普通のスタンダードなモデルと、うん、AMG のその最上位モデルの63のちょうど中間みたいな。中間ですね。なるほど、結局言ってみると、はい、AMG として考えると、はい、AMG としての入門者みたいな位置づけなんだと僕は思うんですよね。で、いやいや、そんなことだって A45 があるじゃないかと思いますけど、あれは乗ったら乗ったで、はい、超過激じゃないですか、はいはいはい、だからちょっとあれはまた異色なんで、はい、こっちの方がある意味入門者的な意味合いが強いのかなと僕は思いますけどね。もっと AMG っていうところがこう主張されてるかなと思いきや、うん、はい、なんかそうブレーキのところでちょっと感じたり、うん、MM でちょっと感じたり。そうですね、はい、なんか意外にちょっと AMG 感がちょっと少ないなっていう。そういった意味では薄いですよね、はい、うん、
だそれが逆にこの車のいいとこかなと思います。あなるほど、はい、気負うことなく乗れますから、はい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 、AMG のコンプリートカーってさ、はい、別枠で売ってた時代があるじゃない。ああいう時って、はい、ほらあのこれからあの正式に AMG ジャパンができてっていう時って、はい、AMG は高すぎるし、はい、ちょっと特殊すぎるから、はい、やっぱり AMG のパッケージみたいな、あなんかパッケージみたいな感じしますね。確かにだ今言っていいかどうか迷ってたんだけどちょっと前で言うと、はい、パッケージちょいアルファ、はい、プラスアルファみたいな、はいはいはい、204の C クラスで言うと、はい、C300 っていうのが、はい、ちょっと珍しい車であったんだけど、はい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 、C クラスのくせに 3000cc V6 のあれめっちゃ速かったからね、はい、AMG スポーツパッケージがついてればこれになっちゃうみたいな扱いだよね、はいはいはい、言ってみると、はいはいはい、もうちょっと主張がさっきもあったんですけどその、うん、マフラーちょっとロゴがないのがちょっと寂しかったりとか、ね、そう MG でコンプリートカーと言うんだったら、うんうん、フェンダーぐらい奥さんと一緒でいいんじゃねえのって僕は思っちゃうんで、なるほどな、ちょっとその辺はがっかりポイント、ちょっと物足りないからちょっとだけ物足りない、逆にでもそれがなんかこう、はい、さっきも言ったように、はい、コンプリートカーって気負うこともないし、はいはい、普通の人が見れば、はい、あのスポーツタイプのメルセデスにしか思えないので、それは全然ありだと思います。でも AMG っていうのを期待するとちょっと物足りない気がするんですけど、うん、そうですね、メルセデスでいうとものすごくよくできたパッケージで、はい、うん、パンチも効いてて、まあ、そう、はい、後で乗ってもらえば分かりますけど、はい、あの決して遅くないですか、むしろ速すぎるぐらいですよね。スペック的にはだって3リッターの390馬力ぐらい出てる、そうです、そうです、はい、ほぼ400馬力このサイズで、うん、はい、トルク50キロ超えてますからね、はい、十分だと思います、はい、それじゃあちょっと続いて内装を見てみたいと思います、はいはい、いいでしょうか、どうぞ、はい、僕はちょっと混乱してます今、どうして、はい、いや AMG なのにちょっと AMG 感がちょっと足りなかったりとか、あそうですね、はいはい、どっちなんだろうっていう、うん、はい、で内装がもっと多分それはっきり分かれるところだと思うんですよ、はい、じゃーん、意外にこう AMG してない、はい、まあ、誤解を恐れずに言えば、はい、ちょっと前の、はい、ベンツで言うと、はい、アバンギャルド S 的な薄めのグレーステッチが入ってるブラックレザー、はいはい、なんかこれってでもちゃんとこう全部、あそうそうそう、全部このグレーステッチで、はいはい、全部ステッチ入ってます、はい、で何オーディオもちゃんとハイグレードなものになってますし、はいはい、スカーフプレートもちゃんといい、ね、そうです AMG の AMG、うん、になってますし、なんか割と最近の AMG ってこう派手なの感じの多くないですか、はい、うん、多いですね、はい、でもちょっと昔のってこう AMG でも内装は結構シックなのとか、そうですね、はい、なんかそっちに近い感じな気がする、うん、あかもしれないですね、こう結局時代が変わっていって AMG がどん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 上に上がっていっちゃったんで、その中間をやっぱり埋められないっていうのもあって、で C クラスなりのトップグレードの位置づけなのかもしれないですね、なるほど、コンプリとかというよりも、はい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 、でちゃんとシートは、うん、はい、メモリー付きの、はいはい、そしてシートヒーターと、うん、これが首のとこから出てくるやつ、そうです、エアスカーフですね、はい、がついてると、はい、ベンチレーションはついてないんですね、ベンチレーションはなしです、さすがに、はい、なるほど、そして乗ってみちゃっていいですか、どうぞ、はい、今回はちょっと屋根が開くんで、あの僕 GoPro なしでちょっと、はいはい、ちょっとよいしょ、わあシートクッションめっちゃソフトですね、いいですよね、はい、あのなんかこうパッと見なんか硬そうなシートに見えるんですけど、レザーはかなりしっかりしたレザーですよね、はい、うん、でもちゃんとパンチングで、はいはい、そしてちゃんとサイドサポートなんかは結構しっかりめの、うん、はい、だからしっかり支えてくれるんですけど全然タイトさはないです、うん、はい、でハンドルはこのここだけパンチングで上下レザーで、はい、若干 D シェイプですかね、そうですね、はい、ちょっと太めですかね、はい、はい、太めです、で、まあ、もちろん必要なものは、はい、バトルも、うん、バトルちょっと可愛い感じの、はいはい、ついてると、はい、そして、まあ、この辺はメルセデスミナックスですからね、はい、基本一緒ですね、この片手で操作できる、はいはい、シフトと、うん、はい、メーターおしゃれですねこれ、はい、なんかチェッカーの、はいはい、なんかカーボンのようなチェッカーのような、なるほど、はい、そしてこの辺はオープンフィニッシュの、うん、おしゃれですよね最近のね、はい、すごくシックな感じで、はい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 、そしてメルセデスみんな共通なのいいですよねこの辺の、うん、そうなんですよ、インターフェース関係が、うん、はい、だから乗り換えても困らないじゃないですか、うん、基本的に迷うことなくですよね、はい、で全部これなんですか、
これシートベルト、え、どういうことですか？シートベルトがビューって出てきます。え、うん、そうなんですか？はい、え、閉めた後にポチッと外出てくるってことですか？あ、そうです、あ、どうぞって出てくる。あ、そうです、そうです、そうです。なるほど、はい、しばらくすると戻っちゃうので、はい、これがウィーンって出てくるんです。そうです、そうです。なるほど、これシートに生えてるタイプじゃないんですよね。そうなんです、ピラーというか、クォーター側から出てるんで、あれコンチ GT でしたっけ、うん、こう生えてくるやつ。そうです、それもそうでしたね。これもそうです、はい、なるほど。内装は割とで、これが屋根関係ですか？そうです、はい、なるほど。で、はい、ここ USB2 系統と SD カード、うん、この辺も他のと共通ですか？共通です、はい、ちゃんとダッシュボードとかもレーザーだし、はい、そうですね、はい、この辺はソジですか？プラス、ソジです、はい、これ合皮かな？これ合皮なんですか？レーザーじゃないんですか？なんかちょっと硬い合皮っぽいね、全体的に。でもちゃんとステッチ入ってて、なんか貼ってあるのは貼ってありますよね。うん、風じゃないですもんね。風ではないですね、はい、ちゃんと綺麗にステッチも入ってますしね。なるほど、うん、そしてこの開放感、うん、はい、最高です。最高ですね、はい、これがたまんないです。最高の上です、はい、あれ時計、はい、時計言っちゃダメ、今あれあぶりすぎじゃねえじゃんって言っちゃったでしょ今。ダメだってこと言っちゃう。そういうところも含めてちょっと63と43って価格差って結構あるんですか？あります。あ、やっぱりあるんですね。全然あります。あ、なるほど。400、300何十万。あ、はい、なるほど。これが908750ぐらいだったかな、はい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 、で 63S 株が1300、400万円ぐらいだったと思います、確か。なるほど、うん、僕勝手になんかこう43エンジンだけがこうメインで違うかなと思ったら結構全然違うんですね。あ、違いますね、はい、はい、触れちゃダメですか、うん、そこ触れ寂しい寂しいポイントになっちゃう、はい、これ。え、でもこれ変えられるんじゃない？あ、変えられる、変えられますね、はい、はい、うん、こうなんかメルセデス AMG って言ったらなんか IWC かなと思ったら今に普通の、はいはい、メルセデス、はい、使えないです、はい、じゃあ使えません、はい、どうすればいいんですかこれ。だからなんかものすごくいいんですけど、なんかもうちょっと、全然いいと思うよ。個人的にはもうちょっと MG 感欲しかったなっていう。ああ、っていうかう、ね、勝手にこうもっと MG してると、あ、盛り上がってたからね。そうなんですよ。そう、もっと MG してると思ったら、うん、意外になんかこう、うん、はい、僕の中では、はい、すごくいい車なんですよ、はい、それは C63 を必要としない人にとっては、はい、最上級の、あ、なるほどなるほど、はい、一番いい選択、はい、最良な選択になると思うんで、はい、いやでもなんかしっかりこうポイントを抑えてなんかしっかりやってあるし、そうですね、はいはい、意外にシックな内装です、うん、はい、ちょっと後ろも乗ってみていいですか？はい、どうぞ。後ろはこれをよいしょ。あ、ちゃんとこれ倒すときこれ下がるんですね、はい、はい、そしてこれで前に、あ、なるほど、ぶつからないように、あ、でちゃんとこう上がりながら、すごい、ちょっと後ろもよいしょ。あ、結構そうでしょ、はい、かぶり折れなんで背もたれもちょっと立った感じ、ね、ちょっと直角な感じで、はいはい、これ屋根閉めたら当たっちゃうんじゃないかなっていう、うん、僕の座高には勝てないんじゃないかなっていう、はい、でもちゃんと後ろもブルメスターの、そうですね、はい、スピーカーと、はい、ちゃんとこの辺のパネルもステッチが入ってて、うん、はい、でドリンクホルダーもついてて、はい、アームレストとかはもちろんないんですね。ないですね、あれこれ倒せます。あ、倒せるんですか？そうなんですよ。倒せるんですか？倒せますよ。あれクーペって倒せます？倒せますよ。あ、倒せるか、はい、なんか意外な、ちょっとあんまりこうメカが入ってるのに倒れせるってなんかこう、あ、でも倒せるか、はい、倒せますよ、はい、そして小物入れとエアコンと、はい、はい、うん、なんか本当に最小限って感じですかね。そうですね、ちょっと大人が乗れにはちょっとあれですかね。きついですね。きついですね。長時間はちょっときついですね、うん、そうですね、はい、まあでも何個か乗れなくはないかなっていう、うん、はい、まあ、C クラスのクーペなんで、はい、はい、まあ補助的な、はい、はい、なるほど。でも後ろもちゃんとこうステッチ入っててパンチングだし、うん、はい、全然いい感じです。安っぽい感じは全然ないです。全然ないですね、はい、うん、フロントと同じ感じです、はい、内装渋いですね本当に、うん、あ、本当だ、こうやってどうぞって出てくるんですか？そうそうそう、へえ。しばらくするとで
また引っ込んだりとかしちゃうんで、使わないんかいっつって、そうですそうです、はい、でその時にまたこう出す出すのがこの、ああそういうことなんですね、そうですそうです、あ、なるほど、この車の良さっていっぱいあって、はい、この車あの C クラスカブレで当たり前なんですけど、はいはいはい、このベースの車がやっぱりいいんで、はい、例えば、はい、ちょっと僕の方がちょっと説明しちゃいますけど、はい、カメラマンさんこう映してもらって、はい、へー、はい、ここと、はい、これです、本当だ、これで、はい、全く変わるんですよ風の流れが、へー、だから後ろの人は若干こう風を当たりますけど、運転席助手席の人ってほぼほぼ、はい、感じないです、で、まあ、皆さんも最近いろいろ情報があって分かると思うんですけど、もともとカブリオレってこういうふうに風を巻くんですよね、こうやって、あ、そうですよね、はい、だからここにこうついてる車多いですよね、そうです、ポルシェのボクスターもそうだし、最近のアウディとかも BM もみんなついてるんで、これで風が防げる、ここで巻いてこう割っちゃう、あ、若干こう後ろの人はかぶるかもしれないですね、はい、風がね、はい、でも前の人はもうほぼほぼ感じないです、出し入れできるいいって、それすごくいいですよね、これがすごくいいと思います、すごいすごいギミックですね、そう全く違うんで、で4枚同時にドアが開閉できる、はい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 、あとはさっきも言いましたけどエアスカーフ、はい、ここから出てくるわけですね、そうこれが、ここから意外にこれ屋根開けてない時も活躍しそうな、いやもう活躍しますよ感じですね、寒い冬はもう最高です、はい、個人的にはこのちょっとこのファンがかっこいいなっていうそうですね、ここ見えますからね、へ、なんかそんな感じのこう細かいところの車の作り出来っていうのはやっぱり、まあ、メーカーとしては抜き出てるかなと思います、僕はさすがメルセデスですよね、うん、まあ最近は当然どの車も当たり前についてますけど、うん、トランクもちょっと見てみたいと思います、よいしょ、トランクはこれ外から開けたりとかっていうのは、はい、ないですね、ないんですね、うん、中からだけなんですね、はい、わで結構狭め、そうです、狭いです、はい、感じですね、うん、意外、はい、で、あ、でも逆にこれだけのメカが入っててこれだけ取れてるって逆に広いんですかね、はい、そうなんですけど、例えばじゃあこれで、はい、ちょっと待ってもらっていいですか、はい、これで今閉めますね、はい、かっこいいいいっすね、カブリオレいいですよね、はい、でこれでトランクの方が、はい、はい、でこうなってるんでこれで、ああ、はい、やっぱりそのできるんですね、そうできるんですよ、うん、で、はい、まあ、あのカブリオレのくせにしたら変ですけど、はい、これでさっきのそう、はい、トランクスルーが使えるんですよ、え、じゃあ結構長物とか、全然詰めます、下手したらゴルフバッグ入っちゃうんじゃないですか、あ、楽勝です、2つ入っちゃいますよね、これそうだから結局ゴルフとか積むときに、はい、ゴルフバッグ積むときに、はい、この車なんで、はい、4人で行くことないじゃないですか、まあ、ないっすね、普通2人ですよね、はいはい、なんで2バッグは楽に入っちゃいます、全く問題ないです、え、意外に使い勝手良くないですか、いいです、ただ、はい、僕的には、はい、なんでもうちょっと掘ってくんなかったの、あ、もうあと5センチ確かにちょっとここがな中の広さ に比べてちょっとここの開口部がちょっと狭い感じしますね、そう、確かに、うん、だから普通だったら、はい、そのいろんなことがあって、はい、それがメーカーができなかったんだと思うんですよ、はい、このいろんなことって多分ボディの補強だったりとか開口部を広くしたくなかったっていう、なんかここ通ってそうですよね、なんかそんな気がします、うんうん、でもそういうことをしっかりと作ってるので、はい、乗り味がカブリオレとは思えないぐらい、クーペ乗ってるみたいなんです、あ、そうですか、はい、それぐらいしっかりしてます、横幅も限界までこう、そう取ってあるんですね、取ってあります、こっちも、うん、でこれメルセデスここ下げれるんですもんね、これそうです、ですよね、うん、これ下どうなってるんですか、はい、あ、下も結構、うん、あ、パンク修理キットとか、はい、カーゴネット入ってます、カゴはついてないんですよ、カゴはついてないですね、はい、収穫、そう収穫コンテナ、折りたたみコンテナか、そう、はい、あれこの間紹介してびっくりしちゃいました、そうですよね、はい、ありましたよね、あれこれやつって、そう、さすがにそれはついてない、ついてないです、はい、
いやでも全然十分な広さですよ。そうですね、はい、はい、ちょっとじゃあライト周り今回省略させていただいてマフラーの音をちょっと聞いてみたいと思います。お願いします、石川さん。はい、続いてちょっとボンネットを見てみたいと思います。石川さん、はい、お願いします。はい、一番メインのとこと言っても過言でない。そうですね、はい、どうぞ。よいしょ、じゃーん。あ、結構ボンネットっていうかエンジンは MG を主張してるんですね、うん、そう、これ土的にやっと来たって感じでしょAMG っていう、そう、はい、なんかでもデザインはなんかちょっと先代の AMG のエンジンみたいな、うん、そうですね、エンジンカバーと、はいはい、まあもともと普通にこう V6 のエンジンなんで、はいはいはい、うん、で V6 3リッター390馬力そうですね、はい、うん、結構大きいですねエンジンも。大きいですね、はい、なるほど、うん、ツインターボなんで、はい、ツインターボ最近のとは、最近のっていうか V8 とレイアウト違うんですね。違います違います、あれはもう V8 ならではのレイアウトにしてるじゃないですか、はい、こっちに来てますよね。そう、はい、これ V6 なんでこう下に。そうですね。あ、そうなんですね、はい、両サイドが、はあ、どんな感じなのかちょっと試乗してみて、はい、はい、ちょっと見た目じゃやっぱり分かんないんで。そうですね、はい、ちょっと試乗してみたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと試乗の方に行ってみましょう。はい、行ってみましょう、はい、あ、意外に結構控えめな音ですよ。音ですね、はい、はい、僕マスクしたままでした、流行ってますからね、はい。いや、意外や意外静かですね。静かでしょ、はい、なんかもっとこう乱暴な感じの音するかなと思ったんですけど。そうですね、はい、車内も結構静かになるように、はい、はい、けど車の中は割と本当にカブリオレなのに外の音そんなにっすね。そう、はい、なんか普通のあのクーペですよね、はい、プラスちょっと音入るかな程度ですね、はいはい、快適なんですよ、はい、普通に。そうですね、はい、よく走りますし結構足も柔らかめですか。これモードもモードで、はいはい、変わりますよ。ついてますけど、はい、今コンフォートでしょうか。はい、はい、エコ、うん、コンフォート、はい、はい、結構ソフトですね。足ソフトです、はい、で、あのスポーツにすればはい、あのレスポンスも変わりますし全体的にもっとシャキシャキ走るから。あ、そうですね、なるほど、だいぶ変わります。へえ、はい、C クラス、はい、まあ、これ AMG ですけど、はい、C クラス共通して言えることって、はい、あのこの205系、クーペ、なんだっけ、セダン5号、そうですね、はい、とカブリオレと、はい、となってますけど、共通して言えるのはやっぱり、はい、あのすごく直進安定性がいいです車として。ああ、なるほど、はい、いや意外に静かなの本当びっくりしました。そうですか、はあ、他の車だったら多分もっとカブリオレってうるさいイメージ。ああ、もっとあの、はい、表の音だったりね。そうですよね、外の音入ってきますよね。そう、入ってきます、はいはい、ちょっとあとは390馬力を、うん、発揮するとこがないですか。ないんですよ正直無理ですよね日中の都内では。無理です、はい、ちょっと多少加速できるぐらいで。うわうわ、もう一瞬の加速で、はい、結構パワーありますね。あ、全然ありますよ。結構というかだいぶありますね。いや、だいぶあると思います、はい、なんかもう最近もう本当になんかこうハイパーな車多すぎて、うん、麻痺しちゃってますけど。そう、390馬力ってだってリッター100馬力以上出てるわけですよ。出てますよ。でこのボディサイズで言ったらもう全然十分以上ですもんね。そうです、で、はい、この先に学校があります。このお車も、はい、四駆なので、
はい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 、安心ですね。なるほど、うん、じゃあ結構いろんなシチュエーションで、はい、そうです。で同じシリーズで、はい、C63 カブリオレありますよね。 C63S カブリオレ、はいはいはい、それはあの FR なんで、はい、またそれはそれで楽しいのかもしれないですけど、 なるほど ある意味こう安定してるとか、はい、踏み切れるって踏み切れるって言い方は良くないんですか。踏み切っちゃうとすごい速度になっちゃいますからね、はい、でも、はい、法定速度内でフルパワーっていう意味では、はい、ある意味安心ですよね。あ、どっちかというとこうバランス取れてる感じなんですかね。あ、いいと思いますね、はいはいはい、逆にこう63とかこうギャップが良かったりするじゃないですか、うん、しますね、はい、特に C クラスなんかだとあのボディサイズと、うんはい、あの乱暴なエンジンと、そうですね、はい、FR っていう FR と、はい、もう電子制御ついてるからあれですけど、うん、もう切っちゃったらもう危うい感じまでいけちゃう、このですよね、はいはい、相当危ないと思います。アンバランスさというか、はい、はい、わあ。もうこれでおしまいですね、はい、ここで、50キロなんで、はいはいはい、一瞬で法定速度です。そうです、まあ、全然超パワフルですよ、はいはい、いやいいですね、いいですよ、いいですよね、はい、今、はい、僕しか分かんないんですけど、はい、S プラスモードにしてたじゃないですか、はい、ちょっとしか踏んでないんですよ、なんですけど、はい、前回踏んだぐらいの加速をしてくれるんですよ、 S プラスにすると。ここも賢いですよね。じゃあスロットル回路も自動的に調整してくれるわけですね。してくれますね。なるほど、はい、ちょっと開けるとフル加速に近い加速が味わえます。なんかもうシートもやっぱりこの柔らかさがいいですね、うん、うわはい、もう法定速度ですちょっと高速走りたいです、ね、走りたいです、はいはい、もう全然楽しいですよ、はい、都内だとこう390馬力でも持て余しちゃう感じ、はい、まあ、普通に乗ればいいんですけどね、そうですね、はいはい、ゆったりと。そして踏むと結構音しますね。はい、しますします。はい、もちろんその63みたいなドロドロしたサウンドじゃなくて、うん、はい、こう回してる感じの、はい、空ぶかしして、はい、例えば車を止めてる状態で空ぶかしして音を確認すると、はいはい、なんかあ、こんな、なんかひ弱な感じの音なんですよ。でも走ると結構な音が出てるので、はいはい、なんか全然違いますね。そうですね。なんていうんですか、こう車重がかかって排圧が変わってくると音も変わってくるのかなみたいな気がします。まあ、特にターボだからかもしれないですね。なるほど。うん、大排気量のあののぶとい感じではないですよね。そうではないですね。でも太めのターボ。これは本当にバランスが取れてるかもしれない。あ、いいと思いますね。乗ってて楽じゃないですか。うん、すごく。確かに。コンパクトだし。はいはいはい。C クラス乗って毎回思うんですけど、はい、ちっちゃいのにリアシートが使えるっていう、あ、使えるって言い方変ですけど、はい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 、十分なサイズになってるっていう。確かに。どうですかカメラマンさん。いや、悪くないです。なんかカブリオレのなんか普通に乗れるでしょ、はい、なんかね。本当にでもカブリオレなの忘れちゃうぐらいこう、ね、静かだし。でもあれでしょうね、見えないところの補強がすごいんでしょうね、きっと。あ、そうじゃなかったらですよね、はい、屋根分だってないですもんね。その代わり多分フロアとかサイドシール多分そうです、ね、ガンガン補強してる感じですよね、うん、多分。結構下回りとかも、うん、カブリオレだと補強が追加されてたりとかってあるあるじゃないですか。そうですね。だクーペとカブリオレどうせ一緒だろうなんて言ってマフラー頼むと補強に当たってそうですよ、マフラーがつかないとか、あるある、右がなくてね、あるあるですよね。あるあるです。じゃあやっぱりいろいろやってありますよね、これも。と思いますね。こんなにだってやわな感じをしないじゃないですか。すごい骨太感感じるっていうのはすごいと思いますよ。剛性ある感じは全然クーペと変わらないです、はい、あれドイツが確かカブリオレ大国なんじゃなかったでしたっけ。そうです、ね、そうですよね、はい、はい、そうなんですよね、うん、ドイツアメリカめちゃめちゃカブリオレ大国なんですよね。僕それでだって去年ドイツ行って帰ってきてから言われたっすもん。何を言われたんですか。いや社長にそのお前ドイツはカブリオレ大国で、うん、なんかもうちょっと暖かくなるともうめちゃくちゃ気候が良くてそうもう嫌な開けて走るのに最適なんだっつって。そうみたいですね。だからもうドイツ車のカブリオレはすごくいいっていう、うん、はい、けど行ったのが真冬なんで、うん、カブリオレなんか1台も見なかったっていう、はい、なんかいろいろ言われますよね。何ですか、はい、
日照時間が少ない国なんで、ちょっとでもこう、あーなるほど、楽しみたいから、はいはいはい、カブリオレを乗りたい、はい、でね、太陽、日が当たった時にすぐ開けられるように、はいはいはい、ただ日照時間が少ないですから、はい、海、あ、ごめんなさい、雨とか雪とか、はい、そういうのもちゃんと対向性がしっかりしてなくちゃ、雨だとか、うん、って言いますよね。だからアメリカ車 の、はい、あの西海岸、海岸あたりで乗る車は、はい、あのトップの生地が全然違いますもんね。向こうはほら開けて乗るのがベースじゃないですか。で万が一、はいはい、雨降らないですからね。そう、何かあった時とか、はい、あ、そうなんですね。必要な時だけ閉めるっていう。そうそう、逆なんですよね、発想が、はいはい、だからすごく生地がもう厚さとか耐候性が全く違う。あ、なるほど、うん、閉めること自体が少ないですからね、はいはい、一回は所有してみたいですね、うん、乗った時ないの？ないです。あれ？あ、乗った時っていうか所有したことはないです。ないの？屋根開く車は所有したことないです。それはあの事故多発事態があります。はい、この業界にていかがなものかと思います。本当ですか？はい、乗った方がいいですよ。一回ちょっと所有してみたいですけどね。で、カメラマンさん、はい、はい、え、ある？ないです。ないでしょ？嘘でしょ？本当に？いや、カブリオレ所有したことあるって意外に多分少ないと思いますよ。そうですか？はい、意外に多分少ないと思いますよ。なるほど。僕個人的にはやっぱり屋根が開く車って好きなんで、はあ、うん、いや一回は所有してみたいですね、僕も。なんかあの、はい、なんですかね、屋根開けないじゃないですか、正直。はい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 、特に東京でお乗りの方って開けづらいじゃないですか。はいはいはい、でも、はい、例えばですけど、はい、ちょっと郊外に行きました。はい、夏避暑地に行きました、はい、年に1回か2回ですけど、はい、その開くっていうアドバンテージの大きさ。そうですね、1回味わうと、そう、やめらんないですよ、はい、でもこういうドイツ車のオープンカーで閉めとけば、はいはい、あの普通のクローズドボディに近いじゃないですか、はい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 、だから安心して、ね、はい、オールシーズン乗れるので、だからカブリオレだからって言って気負うこともないし、はい、普通に乗ってもらえればいいんですよね。所有したことはないですけど、乗ったことはいろいろ乗ったんで、はい、はい、気持ちいいですね。良さは、はい、良さは分かりますか。良さは、はい、真冬のちょっと繁華街をこう、はい、先輩の車なんですけど、その時なんだっけな、ボルボの C70 ありました、C70 でしたっけ。 ありましたね、はいはい、あれ真冬だったんですけど、ニット帽をかぶって、はい、屋根開けて、はいはい、繁華街を走るっていう、はい、こう痛い目で見られるっていう。そうだよね、はい、なんかあのこう頑張ってる感が出るよね。いやそこで開けなくてもいいんじゃないのっていう。いやでもいいですよ、あの開放感はだっても、いや本当に窓を開けるじゃこうできない開放感が。そうなんですよ、はい、なかなか都内だとこう車汚れちゃったりとかもあるんで。そうですね、なかなか開けるってないですけどね、うん、でも意外とこう、はい、日本だと、はい、あの、ま、都心だとちょっと開けづらいのかもしれないですけど、はい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 、気候的には、はい、皆さんが思っている以上に、はい、開けられる期間って長いですから。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。僕もその今まで乗ってきた車の中で、はい、何台もオープンカーってあるんですよ。オープンカー好きなんですか？そうです、そうです、オープンカー好きなんで、はい、でも、はい、例えば、はい、あのこのゴールデンウィーク前、はい、もうこの頃って締め切りにするとエアコンも22、23度で、むしろ冷たい風を出しておかないと車の中って乗ってられないじゃないですか。そういう時の昼間ってすごい気持ちいいですよ。あ、なるほど、はい、特に最近 の、 あのオープンモデルたちは風の巻き込みがすごい少ないんで、はい、そうなんですよね。そう、すごく考えられて作られてるんですよ ね、はい、あの C クラス、ベンツ SL、はい、BM4 カブリオレとか、はい、アウディの結構昔のなんてもう風の巻き込みがすごくて、乗ると髪の毛もバッサバサになっちゃうなんていうのは結構あるあるだったんですけどね。ね、うん、でそうなんですよ。で昔のっていうか、その、はい、風の流れをあまりちゃんと考えてなかったってことはないんですけど、はい、今以上に、はい、あの考えられてなかった時ってよく分かったんですけど、風って後ろから来るんですよ。はい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 、ね、だから髪の毛が全部前に行っちゃう。風が上がってるよね。そうです、そうです、はい、だからメーカーもそういうのを考えて、はい、リアにこうシェードを上げたり、こうついたりしますよね。そうです、そうです、はいはい、あれでもうものすごく、
で車によってはね、エアスカーフベンツだと SLC とか SL についてますけど、首元に温風が出てきたりとか、はい、冬でも開けられるよみたいな感じですね、はい、うん、これですね、うん、これ出てきた、ちょっと寒くないんで、はい、暑あ、本当だ、どんどん暑くなりますよ、しばらくすると。わあ、これもう冬でもニット帽かぶって乗らなくていいじゃないですか。全然すごい。であとは、はい、あれじゃないですか、シートヒーターとこれやっとけば冬場乗り込んだ時最強ですよね。あ、確かに確かに確かに、首元あったかいし、はいはい、お尻あったかいしで、そうですね、別に開けた時だけじゃないんで、ちょっと開けたいと思います。開きません。開いてますよ、一生懸命。わあ、すげえ。この開放感たまんないですね。すごい。これいいっすね。超いいっすね。めちゃめちゃいいっすよ。気持ちいい。すごい。気持ちいい。いや、これはいいっすよ。うん、撮影者にこれ欲しいな。撮影しやすいね。うん、うわあ。最高です。最高です。気持ちいい。はい。うわー、これ開放感マジやばいですね。はい。いやー、もうこれからの季節はこれです。うん、いいなー。で、はい。ちょっとこれを出したかった。はい。風を。前も。うん。あ、これをね。そう。あ、全然違いますね、うん。そう。特にカメラマンさん違うと思いますよ。はい。開けた瞬間もうこうなっちゃったでしょ今。いや、今僕も開けた瞬間髪の毛がちょっとこの出っ張ってるとこだけシュン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 って風当たる感じあったんですけど。座高高いじゃないですか、はい、僕と違って、はい、座高マックスなんですけど全然全然大丈夫。変わるよねこれ出すと。これはでも女性の方とか乗せるときはもう必須ですね、うん、必須ですね、はいはい、結構こう髪の毛バッサバサになっちゃって嫌だって言われちゃうじゃないですか、うん、そうですね。でもこのぐらいの気候の、はい、今時間で言うともう夕方じゃないですか、はい、でも開けて乗ってられるっていいですよね。はいはいはい、はい、全然全然ね、はい、寒くてしょうがないっていう感じでもないし、すごい気持ちいいです。いやーいいなー桜見れちゃって最高じゃないですか。いやいやいや、もう本当最高ですよね、はい、ちょっとカブリオレ欲しい病が発病しそうです、はい、僕はしょっちゅう出ますよ見るたんび。あ、やっぱりいいよなって。カブリオレでも中古市場でも値段割と残りやすいですよね、うん、意外と残ってますよね。ですよね、うん、ミニもそうでしたもん。そう、絶対的なニーズはあるんですよ、ですね、っていうかそう、さっきも言ったように、はい、やっぱり皆さん共通してその開くっていう絶対的なアドバンテージ欲しいんで、はい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 、で数も少ないですしね。そう、元々がね、はい、うん、いいないいよね、このぐらいな感じで乗れたら。いい、別に高速道路を飛ばすわけじゃないんで、はい、郊外に出た時とか。いや、この気軽に乗れる感じいいっすよ、うん、はい、なんかたまに箱根の方とか行くと、はい、あれカブリオレとかイタリア車ってこんなに日本にいるのみたいな。あ、はい、春と 秋はそう思いますね、はい、いやこれはいいわ。ケージがもうすごくよくできてますね。そうですね、ああ、うん、もう徹底的に考えられてる車なんで。またこれでもっと大きい SL とか、うん、なんかそういうんだとこうなんか威圧感あってもなんかこう気軽にか乗れる感じは薄れていっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、ああ、これだったら全然気軽に乗れますよ、うん、まあ、中古車なので、はい、特にお値段も、はい、そのなんていうんですか、カジュアルって言ったら言い方悪いですけど、はい、そのね、高級高級してる車とは違うので、まあ一回落ち着いてますからね価格も。 はい、そうですね、新車の価格から考えれば相当安いですから。そうですよね、はい、そういった意味でもお買い求めしていただきやすいかなって感じはあります。いやいいな、
や本当になんか別の意味でこれ運転楽しくなっちゃいますよね。ただこの住宅街を走ってるだけなのに、うん、はい、ね最高に楽しいです。本当ですよ、はい、いや、はい、最高な車です。ありがとうございます、はい、一回最初見た時はもうちょっとなんかこう外観にインパクト、あれ AMG なのにこうワイドじゃないし、ホイールもなんか言ったら純正にちょっと、うん、ちょっと純正って言われちゃったら分かんないぐらいじゃないですか、うん、まあ、AMG って入ってますけど、そう、まあ、オプションぐらいかなみたいな感じになっちゃうからね。なんかもうちょっとインパクト欲しいな、内装も欲しいなと思ったんですけど、うん、はい、乗るとめちゃくちゃいいですね。乗ると全然違います。はい、はいはい、で土方さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすればどんなところを触りましょう。あの見ていただいた通り、はい、あのアルミホイールも車高もノーマルなんで、はい、全然つまんないんで、はい、もう BC フォージとかなんか入れてバチッと車高落としたいですね。もうちょっとアクセントを。そうですね、はいはい、まあ、そっからじゃないですかね、うん、で今回ちょっと正直ポイントを言うと、うん、フロントがちょっとタイヤそうちょっと溝が、うん、はい、あの外側が減っちゃってるんで、はい、あとホイールがちょっとガリ傷があるんですよ。あ、なるほど、はいはい、でタイヤ交換してお直しして綺麗に納車することもできます、はい、なんですけどどうせだったら、はい、バチッ変えちゃうっていう、はいはい、おすすめですね。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より AMG C43 カブリオレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。